はい、どうも、こんにちは、フーガです。今回はポケモンタワーバトルをやっていきたいと思います。こちらは、聞いたことある方もいると思うんですけど、動物タワーバトルの、ポケモンバージョンですね。はい。Facebook のアプリページから遊ぶことができるんで、動画説明欄に URL 貼ってあるんで、そこから飛んでプレイしてみてください。アプリを別で入れる必要はありませんので、手軽にできると思います。はい、ということでやっていきたいと思います。といっても、Facebook のアプリを入れなきゃダメなんで。はい。日本バージョンはないんですけど、感覚で結構パパパッとできるタイプのゲームなんで、そこら辺はあまり、ね、気にしなくてもいいかなということで、はい、やっていきたいと思います。はい。モザイクかかってると思うけど、実写の写真が出てきますね、これ。お、似合うっすか。おー、なるほど。僕ね、こうやってなんか尻尾、こうかけるのが好きなんですよね。特になんか有利になるとかそういうわけではないんですけど。あ、かからなかった。いや、でけえ、急に。ラプラス。うわ、雑ー。おー。マジか。自分のことも考えなきゃいけないからね、どのタイミングで仕掛けるかっていうのも重要ですよね、こういうの。これは、これどうする？来たぞー、でかいの来たぞー、これ。だー、やっけくそかだー。 落ちました。はい。オッケーオッケーオッケー。こんなもんですよ。 はい。ラプラスがちょっとね、難しいですね。置き場困りますよね。はい。リプレイですね。あ、俺か。意外とこういう端っこに置いたりとかね。お、来るね、ラプラス。どうする？始まったことも気づいてないか？始まってますよ。 ちょっとじゃあチャレンジしてみるか。だーし、だー。 すげえすげえ。おー、すげえバランス感覚。待て、これ相手気づいてないな。あ、気づいた。よかったよかったよ。ヤドンのあれ奇跡すぎるな、マジで。おお、これも、すんなりいきますね。すんなりいく場面が多いというか。右空いてるよ、右空いてるよ。そんな積まなくてもいいじゃんか。ここで新キャラか。どうする、これ。足かけてみるか。かけんでる。いけ、ドン、ギャー、無理か。あー、無理だー。あー、僕はちょっと予想外だなー。はい。ちょっと悔しいので、もう一試合攻めますよ。これは、どこだ？足か？ベロか？ベロもあれ入るのかな？うわー、やりよる。狭めてきたぞ。これはもう、こうするしかないかな。うわー、ちょっと絞ってきたなー。厳しいぞ。うわー、マジか。どうする？決められるときついぞ、次。うおー、来た。うわー、これはどうしよっか。頼む、耐えてくれ。よーし。ゴースト、毒毒、ゴーストときました。次はノーマルタイプですね。カイロスですね。うお、耐えるか。すげえな。やーりおる。多いな、ドガス君。ちょっと左に寄ってるので、ちょっと右に、ちょっと寄って、寄りすぎかな。寄りすぎかな。よし、いけ。いや、耐えろ。よし、オッケー。うわ、大接戦だな、これ。
偏ってきたぞ。ここでラプラスとか来たらやべえぞ。どうする？難しいぞ、ここは。うわー、うお、た、マジか。うわー、俺の番で来たか。これは、ちょっとね、これ、超バランスな、これも、神頼みだな。よし。いけ！耐えろー。よしよしよし。これも厳しいだろう。もうねえぞ。降りる場所が。どうする？どうするんだ？俺もうわからんぞ。どうする？あ！あ！よーし。ああ、脇にかけようとしたんだな。ああ、なるほどね。ちょっとね、いいですね。いい戦いでしたね、これ。はい、ということで、今回はこの辺で終わりだよ。8.1メートル。なかなかいいんじゃないか？本家の方でもなかなかこんないい試合できないんだけどな。ということで、楽しかったです。まあ、動物タワーバトルのポケモンバージョンなんですけど、動物と違って、ね、すごいコミカルな 感じになっちゃいましたけどね。これ、ここすごかったね、これ。ということで、まあ、こんな感じでした。ということで、ご視聴ありがとうございました。